修学旅行は、羽田空港の第一ターミナル、3番の時計台の下に集合です。先生、はい、ちなみになんですけど、うん、先に手荷物検査を済ませて、うん、その中にあるラウンジでこう待ってることって可能ですか？まあ、ダメだな。なんでですか？うん、修学旅行は、みんなでこう集まって、一緒にこう通過するから。あ、僕あのアナカードも JAL カードも両方ゴールドなんでラウンジ利用できるんですよ。でフライオンポイントもめちゃくちゃ溜まってるんで、その辺も利用したいんですけれども、ダメですか？うん、それはちょっと今回はやめてほしい。いやいや、なんで？別に、その、だって搭乗手続き別におのおのして、その乗り場で待ち合わせてよくないですか？あ、全員で一緒にまとまって入るから。うん、まあでもラウンジ利用したいから、ラウンジだって利用することを制限される筋合いってなくないですか？あ、ラウンジはだから今回はじゃあ控えてくれ。いやいや、くつろぎたいんですけど、これからの空の旅に備えて。ちょっと今回は突き指で救急車呼ぼうとするやつって、マジやったわ。どうした？突き指した体育で。うわ、救急車呼んでくんない？これ無理だわ俺。いやいや、保健室行けよ。いや、きついこれマジで。だって俺もう動けねえもん。救急車してんね。いや、動いてるよお前。多分マジで。いやいや、そんな重症じゃねえだろお前。山を救急車呼んで。きついわマジで。山を頼むよ俺。他クラスのやつ笑わせるノリ、しつこすぎるやつ。というわけで、徳川家康が、江戸幕府をせっ…まあ、言って言って。お前マジやめろ。わかったから、もういいってお前。いいよいいよ、まあ、おいおい。オッケーオッケー。おい、しつけってお前。お疲れ。しつけ。けっとお前、泣きえってお前。授業中で。お前で早く戻れよ。お前、なげえなお前。いけってお前。いけ。シャル。今日の出来事。藤尾スーパーシュート、平川5人抜き、谷スーパーセーブ。今週もいろいろあったけどさ、また来週も楽しくいこうよ。次の動画も絶対見てね。バイビー。